いるいたー77,000違うわ77万追いつけお目にかかれてよかったです。このワード物が当たる前に増えたな恐竜も増えた、かき分けかき分け、ああこんなとこにもうすでに仲間入りしとるわ、井戸端会議しとるわじゃあサドルつけるよ、シャリー、あ頭の上になんかついた、乗ってごらん、フライさん、おお乗った乗った、あと中にイン、うん、おお、あ殴る、ゴーレム、え、おお、え、何、向こうの家破壊する気や、しかも照準もなかなか合わへんと、もう難しすぎるこれ、全然制御不能、殴った方が早いわ、コントロールできてない、まあレベル34でこれか、じゃあ体力より攻撃力に振った方がいいかな今は、そうだね、まあ、体力お化けってことで、うん、じゃあパレットグラムレベル80になりましたんで、いよいよテックに向けてですね、そうボス戦に向けて、うん、めちゃめちゃ調べてんな、ボス行くためにはどうしたらいいのか、そうだよ、めっちゃもう緻密だよね、え、そんなことない私たちがそう思ってるだけ、とりあえずその、うん、ロボットアーム的な、そうボスへ行くための鍵を作らないといけないんだよ、メカニカルアーム作りたいと思います、まずはこのメカニカルアームを作って、シャギーン、おーやっとだ、まずはオンにして、うん、でこれでこれをもうオンにして、あ、これだよ、そっか僕は解放できてないんだテックテクノロジー、それだ、それを作るんだ、コバルトクリスタルはここにあるし、チップってこれのことやろ、そうです、これは大量にあるし、うん、じゃあ持ってきてくれる、急いで持ってきてくれる、はいはい、おい、じゃあ渡せよ、こいつはこの頭の上に何か乗せて遅いぞ、早くしろ、はい、早くしろ、もう一回、はいはい、どうぞ、おも、ありがとう、では振りたいと思います、これだな、うん、どこに設置する、ほい、おお、やった。で、電源をオンにして、これはエイリアンストラクチャーキューブとエイリアン、そうだこれだ、じゃあこれを生産しよう、うん、とまずこれをチップだね、うん、あ、それもこれが大量にいるんだよ、このギザギザみたいなのはエイリアンが落として、これは普通の機械種も、うん、が落とすんやな、そうボスに行くための鍵になるんだよ、あれ足りないで、1枚なん、結構いるんだね、80個いる、どんどん集めないとだね、集めに行くか、エイリアン強いからな、でもエイリアンしか落とさないもんね、食タレがあったやろ、 あそこに行こう、じゃあもうあれの恩恵に預かりますか、うん、よし食タレのとこまで来た、早っ、この食タレさんたちに頑張ってもらおう、うん、また人の食タレにお世話になるっていうほらほらもう攻撃してくれてるわ、加勢するわ、おおすごい、いや外見守っといた方がいいんじゃないですか、でもこいつは機械だから、あ、後ろのエイリアンに気をつけて、食タレが頑張ってくれてる、すごーい、よし食タレウィズファイヤーワイバーンで、フィーチャリングワイヤーファイヤーワイバーンじゃあこの緑オベから飛びますか、あ、レックスやられてるやん、あわよくばサドルを落とすんだ、あーなかったわ、え、緑オベって宙に浮いてんだ、拠点化してるやんここ、シャキーン、うん、そんなにいらないよ、イージーはどれぐらい、イージーだったら、うん、でもエイリアのキューブがそれぞれ20個ずつ、コバルトインゴットが50個だね、今んとこ約3つ分かな、逃げてる逃げてる、めっちゃ逃げてる、タレットからめっちゃ逃げてる、それ追いかけるわ、よかったねそのワイワイって、あやばいな、なんかやばいな、この後ろのやつがやばいな、もうやばい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 、ほんまにやばいぞそれは、あ、やばい、やばいな、あかんかん、逃げた方がいい、これ死んだら終わりやで、フライドさん早く逃げて、逃げるわ、うわ危な、もうタレット任せた方がいいわ、そりゃこんだけタレットいるわ、あの棒のところと全然数が違うもん、見てほらこんなとこに隠れてんだよ、これタレットから逃れるために隠れてるよ、今エイリアンのやつが11個作れました、you
めに行こう、またあともうちょっとだね。長かったな。プライドさん今作れるんじゃない？じゃあ作ってから行くわ。ちょっと今渡したやつ足したら作れるんじゃないかな。1個しか作れへんかったわ。このエイリアンのやつは17個、ロボットのやつは19個。おお、ロボットのやつはもうすぐだね。エイリアンはあとじゃあ、160個か。ワイバーン、ほぼ復活したから。あの時は体力がなかったから無茶できへんかったけど、今は体力がある分無茶できる。めっちゃ強いんやけど、エイリアンひどいなこの強さ。オッケー、あともう1体や。マジでやっと作れた、20個。やったー。あとロボットや。ロボットあと何個？あと多分40個ほど。この島の近く、ちょっと離れたところ。でも今ネズミ2体倒してるから、これで多分足りると思う。じゃあ残り作っちゃおう。じゃあ渡すわ。うん、 OK。 21個できたよ。あ、21個できた、これのさ、使い道がもう1個あって、この匠の技を開けてもらってテック押すやろ。ほら、ここ見つけたんだよ。テックストラクチャーレベル、おお。そしてテックなんとかレベル、これ食べることによってこの経験値が増すんだよ。まずこのエレメントシャードが解放されるんだよ、まず1個食べてみな。じゃあ今ゼロだね。じゃあ食べるよ1つ。むしゃむしゃ。じゃあレベルは400経験値入った。だこれでどんどん上げていくんだよ。と1日25個まで食べれるらしい。そんなに食べれるんだ、こんだけ集めるのに大変やのに。半日かかったよ、マジで。マジすげえわ。やっぱりこれ強力なロボットいるわ。人斬りロボットがいるわ。そうだね、無慈悲にも仲間を殺しまくる殺人ロボットが必要だ、ってことでボス行っちゃいますか。さあ、共に戦ってくれる戦士諸君だ。寄せ集めです。戦いにうずうずしている顔をしているぞ。僕らはこの安全な、一番安全そうな体力のあるやつに乗ろう。私はX の原子に乗る。で、自らガブガブしちゃうよ。このコバルト4万だ。こいつが皮肉にも一番体力があるっていうね。そいつ強いよね。勝てるかな。イージーやからな。勝ちたいね。勝ちたい。さあ、行くよ。落ちんどいてね。緑オベに行くよ。来たー、緑オベ。来たよ。住居化してるところ。なんかしょぼいな。じゃあ行ってきまーす。絵面がしょぼいな。思ってた、思ってた絵面と違って、しょぼかったな。寄せ集めだから、やります。はい、キューブイン。じゃあやるよ、作るよ。あ、レベルが足りひんから作れへんわ。どこ押すの、どこ押すの。多分ここアイテム制作やと思う。はい、こっち。あ、広がってきた。広がってきたよ。テレポートまで20秒。え、20秒あんのまだ。何か追いかけていくかもしれない。あ、来た。よし、じゃあ積極的に攻撃に変えるわ。あ、いる。いたいた。なんか大人しくしてる。やべえ、いた。みんななんかよそよそしいんやけど、よそ行き。あ、来た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 。噛まれる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 。ラプトルも。噛まれる。うわ、すごい攻撃。噛まれる。結構強い。ほんとや、ラプトルもいる。あ、でもラプトルはそんなにや。みんな攻撃やって。早く積極的に攻撃やって。連れてきたよ、みんなのところに。僕は逃げるけどね。どうなってる？メガロックドラゴンがなんか全然やられるばっかりじゃねえか。何してんやってんの。あれ、みんな積極的に攻撃だよ。一応してる。一応してる。うん、後ろ取った、メガロックドラゴンは全然攻撃してんねえぞ。早くしろ。ちょっと攻撃を命令するわ。攻撃づいてやがるな。なんだよこいつ。ちょっと僕が乗り換えるわ。まだラプトルが来た。ほら、攻撃しに行った。いや、さすがコバルト、頼りになるわ。方向無駄な方向。77,000。違うわ。77万。77万だ。イージーかよ。え、これイージーなん？死んじゃうよ。頑張るしかない。デスロードより体力あるじゃないの。マジか。いける？みんないける？とりあえずハメ殺ししよう。わかった。じゃあ僕も行ってハメ殺しにするわ。ほら、今止まってるよ。おじき続いてる暇はない、みんなでやろう。みんなで協力すれば大丈夫。あ、レックスが、コバルトレックスが死んだよ。マジか、やばい。やばいね、死ぬね、これは。これって、連れてこれんのかな、ワイバーン。無理じゃね。無理か。飛ぶ恐竜は。やばいな。やばい、もう死んじゃうね。倒されてる？ひょっとして、次々と。でも、一体だけだよ。次々とっていうか、まだ一体だけ。まあでも、一回一回の攻撃は100台か。いや、そんなことないの。これこれ。これが、これに当たったら。それがやばいだけ？あ、
メガロックドラゴンに飛ばされただけか。よかったよかった。死んだと思った。ちょっとなぁ。連れてくる人生間違ったかな。え、そんなことない。だってこれ以外何がいるんだよ。言ってみろ。これ以外何がいた。ほんまやな。これですら厳選っていうかもう苦肉の策で連れてきたのに。高レベルのレックスいるな。うん。あーもう一体のコバルトレックスが死んじゃったよ。あと10分って書いてるね、エリアタイム。いやいやいや、10分で倒せる？これ。まだ70万台だよ。ねえ、もっと攻撃力強いやつじゃないと。ブリーディングレックスだわ、これ。めっちゃ吹っ飛ばされてる。さすが体力あるから、メガロックドラゴン。はい、死にました。やばいやばい、ノリノリ。私の。メガロックに。メガロックはどこ行った？ここで戦ってる。ちょっとレックスじゃなくての。あ、オッケー。めっちゃ追い詰められてるやん、どこに。あ、宝箱あるやん。ちょっと取ってみようかな。レベルアップ可能っていうのレベル上げちゃおうかな。69万。せめて仕留め。あ、違うわ、これ自分たちのだ。バカ、自分たちのレックスのサドルだろう。自分たちの恐竜の亡骸だわ。この攻撃は耐えられてる？うん、これ50しか効いてないんだ。マジか、あの追いつけへんけど。ちょっと待って、吹っ飛ばされんだよこいつ。追いつけないこいつ人ちょっと恐竜ミスったね、これ。そういう意味では。体力はあるよ。体力はあるよな。うん、で、防御度も高いよな。そうそう。あ、足元に入ればいいんじゃないか。そうだ、足元だって盛り付けないんやけど。ちょっと待って、レベル上げろ、ここで。あと7分で、ようやく60万台までいけたよ。あと8分。ようやく60万台だわ。ちょっとこれ待ってたら来るんじゃないこっち側に。ここで待っとくわ。ちょっと。だって、追いつかへんやん。ほら、一周回ってきてる。一周回ってきてる。無駄に広いんですけど、これは無理だな。端っこで戦ったらいいんだね。うん、あかんわ。行ったら吹っ飛ばされの連続やわ。後ろから行けばいいじゃん。ほら、今度は尻尾で吹っ飛ばされ、今度は振り向いて吹っ飛ばされ、もう命ある限り削る。でも多分もう無理だ。無理だなこれ。うん、眠らないのに至っては途中から繊維喪失。66万になったよ。66万か。どういう攻撃なんこれ。お目にかかれてよかったですって感じだね。想像以上に体力があったな。びっくりしたな。まあね、ボスはね、ピックサークのボスってこんなもんだよね。何やねんな。桁違いの。桁違いの体力で、ほら驚くやろみたいな感じなんかな。うん、もうすぐ死ぬよ。じゃあ壁噛んでるで、コバルト。壁噛んでるで。全然違うとこ、壁噛んじゃってるで。はい、さようなら。そして私も死にました。じゃああとは僕が引き継ぐわ。うん、じゃあ家に帰ってるわ、先。チョッキしとくわ、チョッキ。分かった。じゃあ家に帰っとくんで。分かった。僕も体内しか覗けない。メガロックの体内しか見えない。あかんわこれ。体力は体力だけ無駄にあるんやけど。耐えて。うん、帰ってきた。うん、大変だった。やべえなー。もうかなりもう私たち慣れてますから。なんか広くなったなー。レックスたちいなくなったなー。もっと強い恐竜が必要だわ。64万9000台になった。8000台だ。耐えてるね。もう死んだ。あ、死んだね今。でこれ僕が頑張ってるってこと今。うんうん。マヤさんはどういう攻撃が当たるの。わからんけど。持ってきてないやん武器。斧で。ふざけてる。斧攻撃どう。斧はどう。斧が当たる前に吹っ飛ばされてる。博物館が更新された。ボーンレックス連れて行かなくてよかったよ。よかったな。うん、ボーンレックスは強くてもさ、うん、他がクソみたいに弱かったらさ、ね、やっぱボーンレックス大量に連れてこう。でも倒したらほら、テックの装備の、ほらブループリント。いいね。エレメントも取れる。やっぱりエレメントここで取るんだ。ここでもらえるのか。そのバルログ見てくれない？これ？うん。胸。何？さあ試しに宝箱って書いてある。運試しって書いてるね。胸。